おはようございます。チルと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。よし。というわけでですね、前回は何したっけサムネかもということで、そういうことがありましたじゃあ今回はね、もうやること決まってんすよ。画面見せます。というわけでですね、戦士57、魔法使い50、武闘家55、僧侶52、全部の下級職が50以上になりました。ということで、つまりもう上級職、他の2つを受けることができるようになりました。めっちゃ裏で上げましたよ、僕。もう他の剣、ほら、3万ずつ稼いでるということになりますからね。どんだけやってんだと。どんだけこのゲームしてんだと。誰もが思うかもしれませんが。まあ、ともあれできました。というけどね、今回バトルマスター、そして剣者ね、やっていきたいと思います。まあ、試練をね、突破しないと慣れないからね。いや、わー、難しいな。というけどね、転職チャレンジバトル、王宮戦士ライアンにバトルマスターになるために挑戦しに行く。そして大魔女バーバラに挑戦する。さあ、二つのうちね。じゃあ今回はね、賢者を目指すために、バーバラに挑みます。よっしゃ、賢者なるで。まあ、全国の中学生たちがね、いろいろしましたけど。何の話かな？賢者の試練に挑むのだ。珍しいよね、なんかさ、女の子キャラクターが、ドラクエ出てくるって珍しくない？さあ、来ましたよ。天空から、バーバラが、単身でね。そう、珍しいよね。なんか女キャラクターがドラクエの世界にこうやって普通に来るって。口間なんて月光。なんだったっけな、もうあんま覚えてねえわ。2123。HP は低いんだね、結構。いや、僕魔法使いのパーティー作ってきてるんで、それを出したいと思います。はい、決まりました。というわけで、まあ、武器はマジカルメイス。超安定のね、最強杖です。で、三日神の盾。そして、三日足の服ということで。いやー、素晴らしい、高えな。よし、行きましょう。お供はね、結構今回ごついよ。ベルスとキーストロゴン。これも結構ね、流行ってたっていう組み合わせですよ。結構これもメジャーな組み合わせで、結構強力なんですよ。HP が高い。ほら、2752っていうね。耐久性も結構あるんですよ。キースドラゴンとベルスでね、物理耐性を補うっていう感じで。で、ベルスはベインを使えるようになるっていうね、第3の技で。このゲーム、雷呪文強いからね。よし、結構自信あるんで、頑張っていきましょう。よっしゃ。一人やでね、バーバラ一人やでね、言うて。めっちゃ腕組んでるけど。よし、どんなんや？これはもしかしたら普通に負けるかもしれんでな。75剣じゃ。じゃあ、まずは普通にこれで。まあ、様子を見つつね。さあ、どれぐらい強いんだ？全然わかんない。さあ、フルブレイクいきまーす。耐性無視のね、超強力攻撃。命中の追求が当てれば一発！はい！あれあれさあ、ベレス続きます。ベイン！ゴー！ 109。あれどうやらですね、なんか、全然呪文が効きません。なんか呪文効かないっすね。おっ、やっぱ物理が通るね。物理で行くしかないか。チバダンテ。うわ、マダンテ。おお、すげえ。炎と火星が融合してる。おお。おお、いいね。そのショットいいね。ナイスガード。ラッキーラッキー。じゃあ、物理で攻めるか。いや、主人公か。主人公はお荷物なの、これ。魔法使い殺しみたいなのがあるんだ。スペシャルカードか。うわ、こいつ誘惑の腕や。うわ、キャラもセクシーやし、スペシャルカードもセクシー。バーンガーン。あー、完全に機能停止した。マジか、なるほどね。いや、これ主人公やること通るのか、これ。ベルスのベルリンが104でしょ？上。フルブレイクで会心狙った方がいいな、これ。ここまで来ると。会心狙いの方がいいかもしれないですね。それか光の玉とか使って逃げ切る戦法もあり。島なんて。いやー、これ火力高いね。うわ、
よし、じゃあ翼へ行きますか。これ翼で多分バーバラ一人だよね。これさ、止めれんじゃない、バーバラをワンチャン。はい、オッケー、完璧。いいじゃん、上手くなったね。さあここで勝てたらかっこいい。女の子とはぶつかり合います。よっしゃ、あらかわいい、あらかわいい崩し方、体勢。よしよしよし、ここで勝てるのはでかいよ。これ光の弾に逃げ切りありだな。光の弾に逃げ切るか。光の弾を使って雪を貯める戦法の方がいいかな。確実に行った方がいいよね。これ、ね、結構バーバラ回避率高いっていうのは知ってるから、ここは光の弾使いましょう。これ時間かかんな。進化の秘宝で勇気を上げてとどめる時期にすれば勝てるね、これ。よしよしよ、この一旦に貯めれるかな。あ、貯めれそうだね。しっかりボタン押していこう。しっかりボタン押していきましょう。この一旦で1600削るってことはないでしょ。そう、やっぱ避けるよね。バーバラか避けるっていうのは聞いたことあるからな。いや、フルメイク、はいですよね。めっちゃ受けんじゃん君、めっちゃ受けんね君。大丈夫大丈夫、勇気たまる、勇気たまる、大丈夫、勇気たまる。これは全部外したね。あ、たまってない、たまってね。全員外したもんな、全員外しちゃったからな。よし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 、ガードでかいよこれは。でも次の一旦に1200食らわなければいいっていうだけやでな。いけるでしょ、さすがにいけるよこれ、さすがにいけるよ。よしよしよし、そもそも削り切れる説もあるからね。まあでもこれヒャダルコはそんな取らないんで、まあ勇気で勝ちっすね。でもよし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 、まあ向こうから不意に1200以上のダメージがなければ勝ちです。結構なんだ、お、スパツが、スパツが見える。おお、4はまあクソ弱いな。あ、でも前にあんのか。へえ、月の光を浴びて輝いてんだ。終わったよ。なんだこれ、何これ、あんま盛り上がりない、しょっぱい勝負やったぞおい。じゃあまあ同じね、同僚の女の子でも出すか。はい、同じマダンテ使う同僚の女の子呼んどくから。あとよろしく。バーバラあんま強くないのね。バーバラはあんま強くないのかな。なんか結構強力なキャラって聞いたことあるんやけどな。あの、使ったことはないんですよね、あんまり。まあ同僚の女の子にね、本当のマダンテを。プッチとかじゃなくて本当のマダンテをね。はい、全ての迷子を解き放ちます。格闘スキル100通りなんで大丈夫です。まあさすがにね、これが耐えられないことはないでしょ。とどめの時期なんでドン。ああ、これでいいの、こんなんでいいんすか。こんなんでよかったんすかね。試練に打ち勝った。いやー早いな、賢者として戦えるようになったぞ。賢者全然わかんないな。なんかマジックダブルスキャンって言って杖を合わせるのは知ってるけど。いや早かった早かった、いらないなあ。あら、グリーンガムのうち持ってるな。いや早かったな。